皆さんこんばんは。新番組ファンディのショーケース、レポーターのファンディの中村優子です。よろしくお願いします。この番組はファンディーノの投資家の皆さんに魅力的なベンチャー企業をご紹介するため、オフィス見学、工場見学をはじめ、ファン投資家ミーティング、試作品モニタリングなどなど、ファンディーノが現場に出向いて成長するその企業の今をご紹介する番組です。初回にご登場いただくのは、2020年5月にファンディーノでの資金調達に成功された株式会社 e オフィスさんです。ファンディーノでご紹介した際には、129店舗だったコワーキングスペース e オフィスが、なんと現在日本全国47都道府県や海外も含めて1000店舗以上になっているとのこと。しかしまだまだ成長は止まらないという e オフィスさんの魅力についてたっぷりとご紹介していきます。株式会社 e オフィス代表の龍崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、1000店舗。そうですね、はい、今オープンしている数というのはだいたい700店舗なんですけども、申し込みの方とですね、契約の方ではもう今1000店舗を超えているというような形になっています。すごい成長がないですね、はい、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は龍崎さんに e オフィス並びに e オフィスアプリについて、こちら今月1日にオープンしたばかりの e オフィス志村坂上 byIIO にお邪魔して、はい、いろいろお話を伺っていきたいと思います。また番組後半にはスペシャルゲストもお呼びして、e オフィスのビジネスについてじっくりお話を伺います。ぜひ最後までご覧ください。テーマ1です。いろんなスマートロックが解除でき、決済まで秒で完了、 e オフィスアプリを体験してみましょうということなんですが、今回、はい、e オフィスアプリというのを新たにリリースされたんですよね。はい、はい、そうですね、実際は e アプリという名前で今出しておりまして、うん、今まだコワーキングスペースのみという形なんですけれども、はい、こちらのアプリを活用してですね、いろんな決済の方に持っていこうというように考えております。はい、先ほど、ね、体験させていただいた動画をこの後見ていただくんですが、本当にすごいですよね。はい、そうですね。ぜひちょっと皆さん、はい、動画をご覧ください。どうぞ。でこちらが、ポストという形になっていまして、会員さんのポストですね。なので我々無人化をしているときに、郵便の荷物とか受け取れないケースがあるので、ここに全部会員さんたちのポストを、ここで登記されている方々のポストがここに入ってくるという形になります。はい、こちらアプリの方のチェックインボタンを押していただいて、はいはい、こちらを読み込みます。でそうするとシェアパスポートがありますので、こちらをクリックして、でここでやるだけでも開くという形になります。これでもう利用開始っていう形になっていますので、あとはチェックアウトの時にまた QR コードを読み込んでいただければ、今日何時間使ってって言ったような請求が全部会社さんの方に行くとかですね。パスワードの入力とかいらないんですか？いらないです。はい、あらかじめもうアプリの方で全部その辺が入ってますので、全くそういうのは必要ないという形になっています。一瞬でしたよ1秒かかってないですよね。かかってないです。0コマだと思います。はい、すごい入れました。で実際出ようとするとこちらに来るんですね。はい、そうですね、今チェックアウトあります。はい、今こういった形で1分37秒8秒チェックインしています。うんうん、でこちらのチェックアウトボタンをチェックアウトに進みますと、でこちらに読み込んでいただければ、もうこれでご利用ありがとうございましたという形で、もう生産が終わるというような形になっています。はい、で出ればもういい。はい、もうそれで大丈夫です。また入りたいってなっちゃったらどう？またそうしましたら、またこの QR コードは入り口と全部一緒なんですけど、うん、またこちらをですね読み込んでいただければ、またここで入っていただければ、これでもう利用開始という形になってます。そういうのも本当にスムーズにできちゃうわけですね。はい、そうですね。一瞬これ忘れちゃうと困る。そうですね、例えば個人の方ですとクレジットカードで精算されてますと、はい、うん、そこでチェックアウトしてようやくそこで金額が決まるので、うんうん、必ずここで読み取って帰ってくださいという形になります。はい、ここも忘れずに、はい、で仮にもうそれで忘れてしまったというケースの場合で、途中で気づいた場合ですね、に関しましては、基本的にですねチェックアウトボタンのその後にですね、強制チェックアウト、はいはい、QR が読み込めないという場合がありますので、こちらをクリックしていただければ了解をすればこれでチェックアウトができるという形になっています。はい
ただ忘れてしまって、それすらも忘れてしまうという形になると、こちらは24時間運営になってますので、はい、15時間過ぎた段階で一旦強制チェックアウトという形になります、うんうん、なのでずっと気づいたら1週間分課金されたらっていうようなことはないです、はい、あのビデオとか、ね、そうですね、その辺はしっかりしてます。なので、まあ、ここの料金体系の1日の利用料金の最大値は請求されてしまいますので、必ずチェックアウトしていってください。わかりました。私のようなおちょこちょいでもなんとかなる、ない、そうですね、はい、という仕組みなわけですね、はいはい、ご覧いただきました。本当感動的な手軽さ、はいですね、皆さんやはりそこ驚かれるんじゃないですか、速さ。そうですね、皆さん今スマートロックをいろいろ使われているところもあると思うんですけども、多分ですね、我々の会場の速さは多分相当、まあ、一番とは言いたくはないですけど相当速いと思います、はい。そしてその速さだけじゃなくて手軽さというか、はい、もう QR コード読んで、はい、ピッピッと押したら、そうですね、はい、なのである意味一回チャレンジしたんですけど、走りながら、はい、あ、くかってやったらですね、意外にできたんですよ。そうです、あの、なんていうんですか、 ECみたいな感じ、あの普通にですね、あの、ETC か、あの、なんていうんですかね、その ETC というよりも、あの、まあ、自動ドアなので、はい、まあ、実際ここで自分が入った瞬間にピッてやってバッて開くかみたいな形をやってですね、意外にいけまして、意外にこれいけるなみたいなぐらいの早いです。小学生みたいな感じですね。できちゃったんですね、はい、で急いでる時も OK、 そうですね、はい、準備さえしておけば、ね、そんなすごいアプリだったんですけれども、あのドアの開錠の速さは皆さんね、動画見ていただいて分かったと思うんですが、そのこのいいオフィスのアプリが、いいアプリかが登場したことで、そのますます広がるそのいいオフィスの事業展開について、この後テーマ2で伺っていきたいと思っております、はい。続きましてテーマ2です。いいオフィスアプリで広がるコワーキングだけでない新たな事業展開について、では改めて龍崎さん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちら、プレゼン資料をいただけますね、はいはい、ではあの早速ですね、いいオフィスについてという形なんですけれども、うん、実は2020年の前回の調達の時はですね、我々のこの構想が全部すでにあったんですけれども、うん、あの伝わりづらいよねっていうのが正直あったので、はい、まずコワーキングスペースとして129店舗あるよねっていうところを売っていきましょうというプレゼンで止まっています、うんうん、はい、なので元々あったものに対しての第一フェーズ、我々第4フェーズもあるんですけども、第一フェーズの部分しかお出ししてないっていうような形で前回調達をさせていただいていたという形ですね。全部最初から見せてなかったわけですね。そうです、あの多分分からなくなっちゃうからやめた方がいいですよと言われてですね、はい、まあ、確かにそうかもしれないなというような形で、まあ、あの前回はですね、第一フェーズのみという形でした、はいはい、では早速ですね、うん、こちら、我々ですね、イオスの、理念というかですね、あの考え方であります、うん、でいつでもどこでも使えるコワーキングスペースという形を、ずっと掲げていました、はい。なのであの例えばですね、今ターミナル駅にいろんなコワーキングスペースがあったとします、うん、で我々はどちらかというと、ね、最初から、もう各自分たちが住んでるエリア、そこに出していきたいよねっていうふうに考えていたので、他のコワーキングスペースさんとかシェアオフィスさんがデパートであれば、我々はコンビニっていうところをテーマにして作っていました。なのでイオスはだいたい50坪からですね、まあ、あの大きいのはもう200何十坪300坪ってあるんですけれども、比較的50坪ぐらいのものが多いっていうような形になっています。でまたここですね、我々すべての人を場所から解放し、どこでもいい世界を作るというような形で、私自身がフィリピンとかでもですね、事業をしていて、その時にですね、同じ IT の仕事をしているのに、なぜか日本人はこの給料でフィリピン人は安い、でも業務内容は全部一緒なんですねっていうような形の中で、まあ、生まれた場所によって、まあ、あのもう人生がある程度決まってしまっているっていうこの世界がですね、あまり私としてはなんか納得ができなく、まあ、やってる最初のうちはですね、当然為替差を利用した商売をしてたので、うんうん、まあ、あの儲かっていいよねみたいな形だったんですけれども、うん、はい、その向こうの子たちといろいろ話をしていく中で、これはいけないんじゃないのかなっていうところにたどり着いていった時に、やはりあの生まれた場所ではなくて、どこでもいい、フィリピンに生まれてもベトナムに生まれたとしても、まあ将来ワクワクするよねというようなサービスを作りたいなっていうのを当時がずっと思っていて、まあその答えが実はコワーキングスペースが一番最初に来るものだったというような形になってます。はい、で今こういった形で第1フェーズ、第2フェーズ、第3フェーズ、第4フェーズあります。で第1フェーズ、こちらコワーキングスペース事業です。
で第2フェーズがグローバルコミュニティ事業という形になってまして、うん、今 EOS の会員さんであったりですね、その今後フィリピンとかアジアにどんどん進出をしていきます。でアジアの方々と、このアプリ上で全部がつながっていくっていう形になっていきます。なので例えば今こういうふうに動画を撮っていただいてますけれども、はい、じゃあフィリピンの綺麗な海でウェディングの動画を撮りたいみたいな、はい、それを向こうで頼むことも全部できてしまうような世界観を作っていくっていうのがこの第2フェーズですね、はい、で第3フェーズというのはこのアプリを利用して生活のプラットフォームのですねサービスを受けていくというような形です。今実際も我々はですねバグズさんと提携をして漫画喫茶が実はこのプレミアムプランという使い放題の中にですねもう入ってますっていうような形でいろんなサービスのサブスクがここに入ってくるというのが第3フェーズです。で第4フェーズに関しましては仕事と第2フェーズと第3フェーズのまず第2フェーズは仕事です、はい、仕事の部分の評価っていうところの点数化とですね第3フェーズはこれは支払いとかそういった部分の評価になってきます、うんうん、でこれらのスコアリングを全部試させていただいて例えば私が明日からアメリカに行くというときに、はい、通常は向こうで家をすぐ借りられないと、うん、当然でも、はい、でただ我々が例えばもうアメリカにすでに進出をしていたら、うん、でこの方はすごく仕事もできてしっかりされてますよねっていう独自の評価があれば、うんはい、じゃあ我々がそれを後押ししましょうって言ったような形でスコアリングで各人々のですね、生活を後押ししていくという形です。なのでこの第1フェーズ実は第1フェーズの中でコワーキング事業というのもまず第2フェーズのですね、グローバルコミュニティ事業でどん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 アジアに仕事が行くとみんなある意味お金が高くなってくると、はい、っていう形の中で、まあ、コワーキングはどうしても必須になってくるという形なんですね。でその中で、今度このどこでもそれの中で良くなってきた中で最終的にこのスコアリングを用いて自分の住みたい場所っていうところにたどり着いてそこで終わるっていうような形がどこでもいい世界っていう形なんですね。でこの第4フェーズの E ロゴなんですけどもこれが E となっています、はい、でこれ第4フェーズを表してるんですけども、うんうん、まあ、実際これ E なんですね、うん、ひらがなの E っていう文字を取っています、はいはい、日本語の E という、まあ、アメリカで言えばグッドとかっていう形なんですが私はその E という言葉がすごく好きなので、人によってのそれぞれの E を作っていきたいなというふうな形でこのロゴの方にも切り替えさせていただいてこの4つのフェーズを目指していきましょうというような形で作らせていただいているというのがこの EOS の事業という形になっています。なのでまずコワーキング事業で今まではですねどちらかというと1000店舗もあってみたいなすごい大量出店してますよねみたいな形で考えられるんですけども我々もともとそこには最初からそんなに興味がないというかですね、そうだったんですね、隠してたんですもんね、はい、そうですね、ここの部分を第4フェーズまでやり遂げるためにはこのどうしてもまず3年で1000店舗作らなければいけない、うん、で6年で1万店舗作らなければいけないっていうだけの話なんですね。でその時にじゃあその1万店舗を達成するためには後ほどのご説明する鍵このスマートロックが確実にキーとなるっていう形だったので、うん、その開発を実は裏側ではしていたというような形になっています。はい、なのでこの鍵の開発のものはですね実はうちの業務委託のメンバー我々は今、EOS というのは私代表取締役1人で、はい、先日2人目の役員ができましたけども、まあ、本当に他はみんな業務委託っていう形を取ってます、なので社員と言われているものがいないんですねみんな業務ことしてるのにそうですね1000店舗あるんですけどいないといういなんでちょっと普通ではない考え方をちょっとみんなからぶっ飛んでると言われるんですけどまあどうせ働き方を提案するんであれば我々がそれを最初からやりましょうっていう形の中から創業時から一切雇用関係ではなくて普通に業務委託関係として皆さんやっていただいてるっていう形になってます。でまあそういったような彼らですらこの鍵の開発を私お伝えしてなくてですね、ちょっと実は VC さんとかいろいろありますけれども我々これをあんまり言いたくないなと思っていたのでそれでまあ前回も第一フェーズだけっていうのはそこで私も納得してですねいろんなことを話してしまうとそこでいろいろなんかバレてしまうとかですねいろいろありますのでやはり我々はベンチャーであるので大手企業にはなかなか勝てないんですよね数字ができますと、なのでそこの部分の戦い方の中でちょっと隠しているものも結構あるというような形でやっていってます。でまあこちら EOS の内装イメージですね。こちら上野店であったりとか、まあ、こちら下北沢ですね。でこちらが越谷です。でこちら広島ですね。まあ、こういったこれ南麻布なんですけども、はい、こういったような店舗がありまして今現状すみません1月11日になってますがもう2月の段階では700ちょっと今超えてと、うん、いう形になっていて、はい、契約数としては今1050ぐらいあると
というような形です。で最近オープンさせてなかったのはですね、今 iPad を全店に置いてってるんですけれども、それらがちょっと もったいないので今回アプリ全部できてしまうので、そういった部分でアプリが完全に切り替わったら一気にオープンさせましょうという形で、先月も1月は25店舗しかオープンしてなかったりとかですね、そういったような形で今店舗数は絞っているというような現状です。はい。でまたこちらイオスの店舗の種類という形でいろんな形があります。ビル1棟でやっているところもあれば、自社ビルを持たれている方とかですね、有給スペースとか公民館を使いましょうとかですね、でいろんな形があるんですが、今後我々が力を入れるというところが右下にあります無人店舗型っていう形になります。はい。でここに新アプリが絡んでくるんですけれども、まあ、実質ですね、この、無人店舗型をやっていくためにこの新アプリがどうしても必要だと、これが鍵なんですね。はい。というところの中で、まあ、第一フェーズの中ではコワーキング事業においてはですね、このアプリを開発したことによって鍵の施錠システムとか、コワーキングの、まあ、運営システムですね、決済機能という形です。あと予約管理システム、今これを作っています。で、まあ、これができるとテレカンブースとか、まあ、一つ一つの席が全部予約ができる。で我々が今作ろうとしているのは一つのパソコンのモニターすらも予約ができてしまうっていう、よりちょっと難易度が高いものを作りに行ってます。はい。でそういったような形で、まあ、やらせていただいて、あとは受付管理システムとかっていうものを第一フェーズでのコワーキングスペース事業でですね作ったという形です。でこれはまた後ほどご説明しますが、ここからですね、実はこの鍵の施錠とか予約管理システムがあることによっていろんなサービスが提供できるようになるんですね。なので今も先ほどの第一から第四フェーズがあるとしますと、ここの第一フェーズで生まれたこの一つ一つのシステムが実はいろんな事業につながっていくっていう形になっています。でまた第二フェーズのグローバルコミュニティ事業に関しましても今作っていっているというような形になっています。はい。で今先ほどですねありましたが、我々いいアプリ、この第一フェーズのそのコワーキング事業で開発しました、スマートロックとですね、予約システムというような形ができますと、今左上にコワーキングスペース事業があります。で今、作ってですね、来月あたりもう今リリースはされてるんですけれども、本格化していく法人プランっていう形があります。でこの法人のシェアカードというのはクラウド上にですね一つの権利というものを取っていただいて、例えば、ファンディーノさん、会社名変わられましたけどもそうですね、でファンディーノさんが1枚この権利を買いましたとなると、この e アプリ上にクラウド上に1個の権利がつきます。でそれを中村さんが今使うとここに入れると、でそれをまたチェックアウトすると違う方がそのプランを使って入れるという形になります。これを法人さんが、まあ、例えば何百枚とかっていうような権利をクラウド上で買ってもらうと、でその以上のその部分をシェアをどんどんしていくっていうような形になります。なので、まあ、これが、まあ、法人プランのシェア、我々シェアパスポートと今呼んでるんですけれども、そちらのプランという形です。で他にもですね、この貸し会議室の貸しスペース、今までは、もう、なんですかね、通常スペースというのが、まあ、貸されていったときに誰かが例えばエアビーでしたら鍵を渡す人がいたりとかっていうケースがあると思うんですけども、はいはい、今回スマートロックと今我々もカメラとかも全部ありますので、まあ、実際それで無人運営が全部できちゃいますよねというような形です。で他にも施設オンラインという形の中で我々の方で例えば施設の方をですね監視するっていうような事業もできたりとか、レンタルボックスですね、まあ、よくある、まあ、荷物をそこに置いておきましょうみたいな形のシステムもすでにもう我々のもので全部できてしまいます。で他に今3月末には出てきますけど EOS Pay というような形の中で EOS の、まあ、PayPay みたいなものですねというのも出来上がってくるというような形です。で他にちょっと今私が映っちゃってるんですけども、チケット販売というような形のところで、例えばこれはですねフードコートをイメージしていただくと分かるんですけど、フードコートの席予約もできちゃって、で周りの飲食店の食事も実は発注できちゃいますよっていうのは、もうすでにこれが我々のシステムできちゃうんですね。なのでいろんな形でこのいいアプリで汎用されていくというような形になっていってます。はい。でまた、まあ、こういった部分でスマートロックとこの予約システムがあると、まあ、施設管理 の効率無人化ができていきますよというような形なので、我々は今強みとしてはこの鍵を開ける、スマートロックを開けるという形です。で実はですね、皆さん の生活の中で大事なものには大体鍵がかかってるんですね。その鍵がこのいいアプリで開きますよっていうのをイメージしていただくと、すごく未来がこう明るくというかですね、楽になるのかなと思います。でまあ
他にもカーシェアもそうですし、レンタサイクルもそうですし、まあ民泊版もそうですし、今実はホテルの方からの引き合いすごいです。実はこの鍵を見てですね、コワーキング業界よりもホテル屋さんの方がうちにそれ作ってくれみたいなの問い合わせが多いんですけど、ちょっと待ってくださいというような形で、我々は逆にこのアプリがあればもう各お部屋全部鍵開けることできちゃうので、もうすごい効率化になるんですよね。まあ、そういったようなものとか、まあ、今は東京とかですと無人の餃子屋さんが流行ったりしてますけども、ああいったような形も全部これでできてしまうというような形です。これが我々の今持っている e アプリ、第一フェーズで開発した e アプリでできるこの商売になるんですね。でこれらを全部つなげていろんな商売になっていったときに、第三フェーズのライフスタイルプラットフォーム事業につながっていくっていうような形になります。はい、なのでまあこういったような形でですね、またいいアプリからまあ広がるさまざまなあのサービスという形の中で、先ほどないところでいきますと、まあこの SNS 機能もつながってきます。今例えば法人さんで契約をしていくと、法人の会員様が今どこにいるかっていうのが総務の方が把握できたりとか、あと例えば私と中間さんが今お友達になりましたと、でここであのアプリ上で交換をするんですね。でそうすると今中村さんがどこの EOSにチェックインをしているかっていうことがお互いが見せ合うことができると。そうなってくると、例えば仲のいい友達同士だったら、あ今渋谷店に中村さん行くんだったらあそこに行こうかなみたいなっていうようなことも全部できてしまうのが SNS 機能でついていってですね、まあ、当然ここはあの公開非公開とかいろんなランクが全部できるっていう形になってます。これらを全部用意することによって、よく法人さんでもあるんですけども、オフィスがあるからコミュニティが生まれるとか、なんか社員同士のつながりみたいなあるじゃないですか。そういったようなものは全部これで解決ができるというような形になっていきます。はい。ですね。まあ一応こういったような形の中で、あとは EOS の FC という形で今力を入れていくというような形にもなっています。今まではですね、どちらかというと、EOS の加盟店さんというのは既存でもともとコワーキングスペースをやられていた方々に、あの我々の冠のれんをですね、お貸し出しして一緒にやっていきませんかと、こういう世界中のその世界同一職種同一賃金をやっていきましょうというような形で、まあ、あの納得していただいて、皆さんこう加盟していただいているというような形になっています。で今後はですね、これらのその今1000店舗というのはほとんど有人店舗、あの受付に人がいるパターンです。はい、で今後この周りに無人店舗を大量に出店していきますよと。でここの店舗数の方ももう今あの1000店舗という形になっていってますので、まあ達成ができていってますよという形とか、こちらはまあそうですね、利用のプランという形になっています。なので一人で例えば個人会員さんであれば2万円払うと日本全国も使い放題ですよという形になっていきます。で法人でも社員さんは一人ですね対してあの紐付けることもできますし、3万円で皆さんあのみんな自由に使ってくださいっていうパターンもあります。でそのアカウントを大量購入したとしても足りない時が出てくるんですね。月曜日だけどうしても足りないとかっていった場合は、このドロップインの方で今度あのプラスで1日有料課金の方で足りなかった人たちは腹入ってくださいねというような形のものが本当にですね、簡単にあのもう多分あの1回アプリであの紐付けさせていただきましたけども、すごい簡単にできるんですよね。はい、なのでまあこれらの請求も本当にですね、あのすぐにできて、しかも月末で全部締めた段階で売上がですね全部出ますと。で出たものを使った金額をそのまま1日の段階には請求書としてもアプリ上にですね、あの法人様の方には載ってしまうという形になるので、今あの経理というものがほぼいらないというような状態になってきます。1000店舗あるんですけれども、経理が一人で大丈夫とですね、徹底的に効率化しています。はい、まあ、そういったようなものをどんどん作っていってるというような形です。で今まあこちらにもありますけど、スタッフ不在の場合という形の無人運営ですね、こちらを今後力を入れていくというような形になっていきます。でこちらもそうなんですけども、まあ、QR で読み込んで勝手に入っていただいて、出るときに QR 読み込んでチェックアウトしてもらうというような形の中で、もうこれでですね、友人人がいなくても回ってしまうと。でしかも24時間運営ができてしまうっていうものになります。でこれらの完全個室一部屋一部屋を作っていったものの、例えば10坪ぐらいですと大体8室できるんですね。8室ができたものに対していろんな駅のところに全部空中階でいいのでどんどん、あの出店していくというのが、まあ、こちらの我々が今後目指していくものですね。こちらの部分になります。で例えばなんですけども、今我々のですね、実は業務委託のメンバーの中にも FC のオーナーになった人間がいまして、はい、で実際津田沼の方でオープンしていってます。でそういった時に10坪ぐらいですと費用が600万円ぐらい内装費でできますよと。でその時に今我々大体平均の全国平均でいきますと1デーという1日利用券が2000円ぐらいです、はい、
で、まあ、例えば今も夜まで使えてしまうと夜は今度あの学生さんとかいろんな部分の利用頻度も高くなってくるというような形です。でこれらをですね、入り口の鍵カメラという形で全てあの我々の方で24時間運営ができる体制になっていますので、これらを大量に出店していくと。でそのようながやっていきますと、今度オーナー様としますと、通常 FC に入るとですね、やはりあの人を出さなきゃいけないとかってあるんですけど、実際もういらないんですよね。我々が管理するので、でそれを見て売上がこう上がってきたら勝手に入ってくるみたいな仕組みのものを今リリースしていくっていう形で、最終調整を実はいろんなですね、空調メーカーさんとかいろんなところと話をしてっていうので、もうどん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 それを作っていけるような体制を今整えているというような形です。はい、そうですね、人はいらないっていうのがすごいですよね。はい、そうですね。もうやはり1000店舗の今我々のいいところは全部友人があって、それからフランチャイズさんのまあオーナーさんたちの従業員さんもいらっしゃるという形になるんですけども、その周りに今度無人店舗を作っていくと、普通お客さん取られるようなイメージになるんですよ。ただそうではなくてですね、実はそこに無人店舗の例えばお掃除とかそういったようなところに依頼をして、さらに利益を出してもらうっていうモデルになります。で例えば1箇所 の, あのところで会員さんが取れる人数が100人しか取れないといった場合でも、周りにたくさん店舗ができるとたくさん取っても大丈夫なんですよね、っていうような形で契約を取ったところにはうちはインセンティブが発生する仕組みになってますので、まあ、そうするとたくさん取っても他の無人店舗たくさん使ってくれたら全然 OK っていうような形で会員さんもどんどん増えていきますし、店舗がどんどん増えてもお任せする方々がたくさんいらっしゃるというような形になっていきます。はいですね。まあ、こちらちょっと分配金とかいろんな形なんですけども、まあ、あの今回ですね、例えばあの個人の方が、私が例えば中村さんにこのアプリ使ってくださいっていうふうにやった時にですね、まあ紹介コードというのを打ち込みます。そうするとまず、中村さんにクーポンがついたりもするんですね、今後なんですけども。でさらに今度中村さんが使った金額の 1% 部分がなぜか私にポイントがつくっていう、はい、でそれを全部 EOS で使えるみたいな形になっていきます。そういったようなあの紹介制度っていうのも全部アプリで設定されているというような形です。このアプリなら簡単にできそうですもんね。そうなんです、はい、もうすぐ簡単にできるので、で最初に500円オフとかつけてあげれば基本的には ありがとうってなって、誰々の紹介ですみたいな形になっていき、で紹介した方はニヤニヤしながらですねどんどん使って、はい、使ってっていうような形のですね、あの営業もなんかお金をかけるのではなくて、会員さん同士がこうどんどん、まあ、あのうまくですね使っていただいて、プラスになっていただけたらいいなというような形になっています。もともとは我々が通常のモデルというのは 25% の収益モデルっていう形をとっています。でそこの部分のもともと 1% を今回紹介してくださった方に分けていきましょうというようなモデルになっていますので、まあ、あとはまあ実際店舗の方も先ほど言ったのがこの左下のところなんですけども、店舗さんで月額会員を取るとですね、15% のストックがそこの店舗に落ちます。なのでたくさん会員さん取って、今までは100人しか取れなかったって言ったところも1000人取ればその分の 15% は勝手にチャリンチャリンになるっていう形になってくるので、今の我々のフランチャイズというのは参加型なんですね。本部が全部お客さんを集めて集客して送るんではなくて、皆さんで一緒にやっていきましょうっていうのが我々のモデルです。なのでここの部分を獲得していただくと、今まではもう100名でじゃあ200万円の売上の 15% 30万しか入らなかったものが1000人取れば300万入る。なので1店舗が大きくなくてもすごい収益性を生むと。でその収益性を生んだときに、その会員さんが使えなかったらどうするんだっていう問題が絶対出てきます。でその時に先ほどの無人店舗なんですね、絶対に使える店舗があるっていう状態で会員さんが増えていき、場所も増えていく。なのであの FC のオーナー様たちはどん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 その600万円を投資していくと、年利例えば 30%40% みたいな形で、まあ、あの昔の民泊版のエアビーさんと一緒なんですけども、そういったようなものが全部出来上がってしまうとっていうような形で、まあ、全部作ってきたというような形になっています。はいですね。まあ、こういった細かくありますけど、まあ、こちらはもう決済の部分ですねというような形になっています。はい、まあ、こういったような形になっていますので、まあ、あのもうこの後この後のものは大体、あれですね、細かくルールが設定されているというような形になっていたりですね、まあ、本当にあのこのアプリというのはもうとことんあの簡単にしています。なので法人様を契約したとしてもですね、その場で法人さんが使えるぐらいもう楽な状態になっています。はい、でなおかつ請求もめちゃめちゃ楽 でよくある半年間ロックしましょうみたいな、あの会員になったらこうですよみたいなことも一切ないです。もうその場でもやめていただいても大丈夫ですよっていうものですね。なのでいいものなので、正直あの解約されてもまた戻ってくるという自信があるんですね。
でなおかつこのうちの場合はだいたい1人ですと2万円という料金プランなんですけれども、これ大手さんはこの料金で出せないんですよ。あの大手さんのオフィスビルっていうのはだいたい坪単価2万円から3万円するんですね、という形になってくると2万円でやっちゃうと一切儲からないので、だったらまあ、あのシェアオフィスではなくて普通にオフィスとして貸し出した方がいいよねっていう風になってきます。なので彼らがどんなに頑張っても大体3万円ぐらいがもう限界です。まあ、そういったような形の中で我々はもうあえて2万円のところにもう最初からついていってるので、よくある最初この金額でいってその後値下げ競争になるみたいな形ではなくて、もう最初からはいもうやってるので、なのでまあずっと我々は赤字でいってるというような形ですね。はい、そうなんです、はい、赤字でいいんですよね。はい、まあ、そういったような形の中でまずネットワークを作っていく。で今度ネットワークを作っていった中でこのアプリで皆さんが使いやすくするっていう、このスタートラインが本当は300店舗だと思ったんですけど、ちょっとコロナが来てしまって意外にですね時間かかってるんですけど1000店舗になっちゃったと。なったんですね。なのでまあ逆に言うと1000店舗分のもう器がある状態から実は3月4月から一斉にこの営業が行きますので、まあその時にどうなるかっていうと、まあ私でも正直まああのなんですかね、よくあるんですけど VC さんからとかもよく言われるのが売上予想立ててくださいと、分からない正直分からないというのがあれ、ね、ありますね。どこまで上がっていくか分からない、はい、そうですね、はい、ですね、はい、こういったような形ですね。はい、一応こういったような形になっております。はい、じゃあこちらで一旦ありがとうございました。はい、でも本当個人にとっては全ての鍵が開く、はい、そしてお財布代わりにもいずれなっていくのかもしれないなっていきます。はい、があって法人にも、そしてあのフランチャイズの皆さんにもまた希望のあるそうですねアプリになっていくのかな、はい、ビジネスになっていくのかなと思ってね、はい、その描く未来の働き方もすごく気になるところだなと思いました。はい、はい、では続いて、皆さんも多分気になっていると思うんですけれども、実際のいいオフィスの中ってどうなってるのということで、はい、新しくオープンしたこちらのね志村坂上の店舗についてご覧いただきたいと思います。ご覧ください。まず何ですかこのキッチン。そうですね、あの我々 EOS はですね基本的にみんなでご飯を一緒に食べましょうみたいなコミュニティもありまして、基本的には各直営店には必ずこういった大きいキッチンが存在しているという形になっています。でこの大きいキッチンを利用してもらってイベントをやっていただいたりとかですね、うん、そういったような形で、まあ、例えば夕方の6時以降ですね、はい、会員さん同士がそこで一緒にご飯食べながらとかっていうような形を、まあ、こちらで作っていってるっていう形ですね。シェアオフィスなのに会員同士の交流とかはあるんですか。はい、あります。はい、でそこをまあ我々のコミュニティマネージャーが月に1回こういうふうにしましょうとかですね、まあ、そういったようなイベントを開いてみんなで、まあ、今はちょっとコロナになっているのであれですけれども、うん、基本的にはそういった会員さん同士のつながりといったものをこういった場所で作っていっているという形です。なので、はい、まあ、通常はですねお昼ご飯とか、うんうん、あの皆さんはあの持ってこられてここで温めたりとかですね、うん、はい、作ったりっていうことも全部大丈夫っていう形になっています。こちらはちょっとあのはめ込んでますが、ちょっとこういうような形で動かせるんですね。はい、いう形になっていただいて、うん、ここで座っていただいてここで仕事をするとで、お客様がお連れ様がいたらそちらの方にも座ってもらってという形でやっていきますので、はい、この椅子とかを使って、あの他の椅子になります。他の椅子持ってきて使えるんだ。はい、そうするとまあこちらで10人ぐらいがこうカフェのようにここで仕事ができるっていう形になっていますし、ただここに椅子がこう来てしまうとですね、うん、ここの通路が普段ちょっと狭くなってしまうので、はいはい、ちょっとここを普段はですねしまうというような形の設定になっています。収納できるわけですね。そうですね、はい、ぴったりと、はい、すごい面白い。へ、これはオリジナルで考えたんですか。そうですね、はい、なのでまあ下にも荷物もしまえてみたいな形で、まあコンセントも後ろにあってですね、はい、ね、ここも何かなってるんですか。はい、そうですね、こちらあの大きいお部屋になっていまして、はい、はい、一応ここはですねイベントもできますし、シェアオフィスとしてもですね20名ぐらいのオフィスとして貸し出すことも想定しています。なんで我々は大体ですねここをシェアオフィスにしましょうという形で作っているわけではなくてですね、イベントもできるしシェアオフィスもできますよと。でその時の需要に応じてじゃあシェアオフィスとして借りたいんですけどっていう方がいたらそれは貸してしまうと、はいはい、で逆にイベントやりたいんですけどって言ったらじゃあこちらどうですかというような形でご案内していってるっていう形になります。柔軟に使えるっていうことですね。はい、そうですね。なので普段は当然ここがフリースペースっていう形になっています。で、まあ、イベントがあるときはイベント貸し切りでこちらを使っていただく。でシェアオフィスとしてここ借りたいよって言った場合はそのままシェアオフィスとして貸し出していくっていうような形になっていきます。はい、めっちゃいっぱい部屋あるじゃないですか。はい、そうですね。
まあ、全部ですね、こちらテレカンブースの防音も全部入っておりますので、うん、もう声も漏れずにという形の中で完全個室っていう形になってます。あ、これはテレカンブースですね。テレカンブースにもなりますし、各個室としても、うん、個人としてのお貸し出しもしていきます。はい。で、ちょっと他と違うのがですね、やはりこの個別空調という形になっていきます。うん、え、一部屋に一つ？はい、そうですね。よくあるのが、皆さん集中で、コントロールされていて各部屋流すんですけど、うんうん、我々は今コロナ禍もありますので、こういった一つ一つの個室の部分にですね、空調一個一個入れてあるというような形になっています。すごい。なので、こっちの温度が暑い、あっちの温度が寒いみたいな形のような悩みは一切なく、ここでお仕事をしていただけるっていう形になっています。はい。コンセントと Wi-Fi も、はい、Wi-Fi も、はい、もう飛んでます。はい、こうやって使って、すごい。これが1番って書いてあるんですよ、ここにね。はい、こちらが1番って書いてあるんで、はい、何番まであるかというと、さっき見ました、16番まであるんです。16番まであります。はい、16個あるんですよ、こうやって。はい、全部同じ感じであるんです。全部同じ感じであります。はい。ドロップインというか、その場で使いたいなって言って予約して入れる。はい、そうですね。基本的にですね、予約システムが今後出来上がってきますので、うんうん、そうしますと、予約をした段階でこのお部屋をこの時間からこの時間も使いますよっていうような形も全部できるという形になっています。16個あったら取り合いにならないですね。そうですね。はい。なので、まあ、当然なんか月額で貸し出すケースもありますので、この部屋って、はい、っていう形で、まあ、一番最初に入っていただくと、ある程度の割合のですね、入居があるまではちょっと安く出して、でその後にやると定価の金額に持っていくっていう形でやっていきますので、そしてミーティングルームもあると、そうですね。はい、こういった形でいくつもあるんですね。はい、ミーティングルームが3つございます。はい、こういった形でですね、モニターも大きいモニターもあり、で、普通にここで会議をしてもらうっていうところもあるんですけれども、3つのうち1つまでに関しましては、はい、シェアオフィスとしても貸し出しですよっていうふうに我々は設計しています。なので、シェアオフィスとしては、どこかの部屋を申し込みがあったらそこを貸し出してしまって、うんうん、あと2つは会議室として取っておくっていう形になります。はい。そしてここもなんか不思議なスペースだなと思って、はい、こちらはどういった目的なんですか？そうですね、こちらはですね、ここでもう打ち合わせをしながらこう会議をするっていうようなスペースになっていますので、ここで座ってもいただいてもいいですし、立ちながらでもいいんですけども、はい、こういった形で、普通にですね、お仕事をここでモニター見ながらこうだよねっていうような形で話をしていただくっていう場所になっています。立ってもいいっていう、いい高さなんですね。はい、そうです。はい、今立って仕事する人結構います。結構多いですね。はい、眠くならないっていう。なるほど。のってですね、意外に立ってますと意外にいいんですよね。うん、私も結構立っていく、立ち仕事をする、はい、派ですか。なので、はい、こちらはですね、座っていただくと分かるんですけれども、やはり一つ一つの完全個室があるんですが、こちらに関しましてはもう頭までしかもう見えないっていう形になると、意外にですね、隣って気にならなくなるんですね。ここの部分、あとはその4人の中でも、例えばよく教えていたします、はい、こう座っていただいてもそんなに窮屈じゃない、はい、これがやっぱ大事なんですよね。時々めちゃめちゃ窮屈なあるじゃないですか。あれはちょっとなかなか大変なので、こういったような形で4人で座っていただいて、ディスカッションとか商談とかをこちらの方でしていただくっていうようなスペースになってます。ここはフリースペース扱いになるんですか？はい、フリースペース扱いになります。なので自由に使っていただけるという形です。会議も OK？ OK です。はい。なので会議は当然ながら他の人に声が聞こえてしまうので、そこまで重要な形は会議使ってくださいねという形なんですけど、ディスカッションレベルでとか他に聞かれてもそんな問題ないっていう形であれば、こちらでもう十分かと思います。はい、色味はいいですよね。そうですね。今回よくダーク系にするとちょっと高級感があっていいんですけれども、このエリアというのはどちらかというとやっぱ家に近いような感じの方がいいなと思ったので、少し明るめの色をとっているっていう形をやってます。はい、だから全体的に自分の家にいるような形ですね。はい、はい、いいオフィス志村坂上 by IIO の素敵な内装魅力たっぷりご覧いただきました。IIO というじゃないですか、こちら、はい、なぜ IIO なんですか？ EO じゃなくて。そうですね、我々がですね、一番最初に出店をしてた時にですね、作った時が II オフィスで E オフィス、日本語で E オフィスだったんですね。はい、でフィリピンのセブンに出した時にですね、タクシーに E オフィスって言っても通じないんですね。II オフィスねっていう風になっていって、じゃあ海外展開するのはこの II オフィスを変えるしかないよねっていうのは一番最初が分かっていたんですけど、
まあ、とりあえず100店舗から300店舗になるまでは見てみないふりをしようとい う, ふうにして、はい、で実際一昨年ぐらいからこれ超えたねとなってきた時に変えなきゃねっていうところで E-Office ってなっていったんですね。でその時にじゃあこの IIO を残そうよっていうので、あの新規で今作っていってる直営店は全部 IIO がついてるというような形になってます。はい、気になってたところが分かりました、はい、でこちらあの見てもいただいたんですけど、ものすごく素敵な新しいオフィスじゃないですか、はいはい、リノベーションされたそうですね。そうですね、はい、もう本当にですねスケルトンで全くないような状態で、うん、誰も借り手がつかなくてという形ですね。何年ぐらいだったの？地区も多分相当古いんじゃないかなと、はい、いう形ですね。で、うん、まあ、120坪ぐらいあって本当にボロボロだったので、うん、まあ、当然それを直すとお金が大量にかかると、はい、でまあ、そこのオーナー様から実際我々相談があって借りてくれないかというような形があって、いやちょっと難しいですねというところからですね、まあ、実際オーナー様がこちらもうリフォーム代全部負担をしていただいて、で、まあ、あのここのもう作ってですね、それを我々が借り上げているっていうような形になってます。なのであの今実はそういった案件がかなり多くてですね、で我々がやはり全部ですね自分たちで出店してしまうと、とんでもないお金がかかります、はい、なのでここのケースだけでだいたいいろんな準備する5000万ぐらいかかるんですよ、うん、なのでじゃあ5000万を1000店舗っていくらですかっていう話になるので、はい、まあ、それを今我々ってもともと資金調達してまだ5、6億円ぐらいしかしてないっていう、これで1000店舗やってるというのはこういったいろんなアイデアをやってお金をかけないような形で店舗数を作っていくというような形でやっています。はい、なのでまあここのオーナーさんはあのもう早速物件客ついたからって言って売っちゃいました。すごい利益が出たんじゃないかなっていうような形ですけど、我々としても全然悪くない形でしたので、まあお互いみんなハッピーでっていうような形ですね。はい、ありがとうございます。それではいいオフィスさんに関わる2名のゲストをお招きして4人でワイワイざっくばらんに座談会していきたいと思います。ご登場いただくのは株式評論家坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。坂本さんはハンドルネームビーコミさんでもおなじみですね。証券会社のディーラーを5年半、生命保険会社でのファンドマネージャーを7年間務めた経験を生かして、現在は個人投資家として活動しながら多数のメディアへご出演する株式評論家として活躍されています。そしてイーオフィスさんにもファンディングを通じてご投資いただいたということで、ありがとうございます。投資家代表として今日はコメントをお願いできればと思います。そしてもう一人お招きしております。イーオフィスの PR を担当しながら独立された天野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。天野さんはイーオフィスフランチャイズオーナーでもあるということです。イーオフィスフランチャイズの魅力について後ほどたっぷり伺っていきたいと思います。では早速ですが、まずはじめに坂本さんにお伺いしたいんですけれども、はい、あの坂本さんはファンディングを通じて投資もしていただいたということで、はい、どのあたりを魅力に思われたんですか？そうですね、やっぱりまあ未上場株ということで、はい、まあ、上場する時のキャピタルが欲しいと、うん、いうのがまあ一番の動機であるんですけど、はい、まあ、僕自身まあ小さい事業をいくつかやってまして、はい、でまあ、自分のまあなんていうのかな、その事業でできないことをですねやってる会社に投資しようっていうのは自分の中であってですね、うん、だからまあ例えばまあ伊吉さんにもまあ投資はしているんですけど、うん、まあこの龍崎さんのまあ考える事業スタイルというか、とりあえずもう全力で走り抜けるぞと、まあ、上場までかその先までか分かんないですけど、まあその全力で、まあ、その財務のレバレッジもかけるかもしれないし、まあ、あとは店舗展開を広げていくっていうのは、自分はどっちかというと、まあ、守りというか、まあ、今ある資産をまあうまく使うようなスモールビジネスをやっているので、だからまあそういうそのやらない仕事をやらない事業に投資するっていうのはなんかちょっと面白いなって、自分の体感というの一緒にそのなんだろう、その事業をやってる気分になるっていうのは結構、まあ、未上場株の成長が早い企業特有のですね、はい、魅力かなと思います。自分にできないことしてくれてるから応援したいっていう。あ、そうです、はい。そしてお二人は以前からお知り合いだそうですね、龍崎さんと、うん、そうですね、はい、はい、実は17年ぐらい。そうですね、17年ぐらい、はい、はい。きっかけはですね、まあ、投資家のコミュニティみたいなのがあったんですよ。もう本当少数なんですけども、はい、6、7人ぐらいですかね、はい、まあ、そこでまあ知り合ってで、まあ、たまに会うみたいな、はいはい、それで17年続きで今ですみたいな感じです。結構密にコミュニケーションを取られてきたんですか？
でもそういう時期もあったりなかったりっていう感じですね、はい、結構はい、まあ、お互いいろんなことやってましたので、はい、あの、いい距離感で、うん、まあ、近況は Facebook でチラチラ見ながら活躍してるなとかそういうのを、はい、見ているっていう、まあ、よくある感じです、はい、あの坂本さんから見てイオビスの今のビジネスモデルってのはどういうふうに映ってるんですか。あ、やっぱり、まあ、面白いというか、うん、まあ、龍崎さんの、その、なんだろう、まあ、個性でもあるのかなと思うんですけど、やっぱりこの、まあ、最速で、まあ、その成長させるっていう、まあ、プロセスもそうなんですけど、まあ、その前にその着眼点ですよね。あの普通に多分後からお話があるからその前にあったかわからないですけど、やっぱりまあそのパッとこのコワーキングスペースって考えると、この WeWork がまあ成功しちゃったと僕は言えないとは思っているので、まあ、そこでまあ頑張ってやる、そして、違う仕組みを考えるで成功しようとしているっていうそのプロセスってすごい面白いし、まあ、最近のまあお話を伺っているとそれがですねちょっと体現されてきているので、まあ、そういうのやっぱ見てると、まあ、外から見て友達として見てるのも面白いですけど、まあ、ちょっとだけでも出資して見てるっていうのは全然違って、今すごく今自分の中で面白いなっていう状況にはなってますね、はい、それ言われて龍崎さんいかがですか。そうですね、まあこの、まあ、コワーキングっていうのも、まあ、WeWork さんとかいろいろありますけれども、まあ、やはりあの大手さんがあまりうまくいかないと、うんうん、まあ、正直チャンスめちゃめちゃあるんですよね。やはりあの次の大手さんっていうのはやっぱり1番目の方があんまうまくいかないとやっぱ投資しにくいじゃないですか、うんうん、っていう部分では我々にしかもチャンスめちゃめちゃあるなと思っていたので、うん、まあ、それがまあ今本当にどん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 身になりかけてきてるかなっていうところです、うん、はい。でまたこういうふうにあの元々は当時デイトレードみたいな形であの、はい、のコミュニティみたいなのあってですね、その時です、はい、で私はあのちょっとですね、まあ、あのちょっと張りすぎてちょっと、はい、わかんなっていう、はい、実業の方が向いてるなっていうふうに当時なって、はい、もう25歳からはもうずっと実業ひたすらやり続けて、はい、コツ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 やってきてたら、まあ、まあ本当にいろんな事業がうまくいってというような形で、はい、まあ、それでまあこの事業にですね全ツッコミをまたあの、はい、そうそう、これいや見てて面白いです、はい、Facebook 見てて不動産全部売んなきゃいけないかなとか書いてあったりして意気込みが全然違うぞみたいな。そうですね、あの、はい、皆さんから言われてそんなに最初言われたんですね、はい、やっぱあの Wee さんがいろいろあった時にそんなにそこ突っ込むみたいなことをすごく言われたんですよ、はい、いやめちゃめちゃここ来るんでって言ってそうなんだみたいな形で今ようやく、まあ、1000店舗とかの契約になってた時ぐらいからで、まあ、300ぐらいからそうなんですけど、はい、やばいなっていうふうに皆さんが今なんか意見がもう変わってきてですね、逆にあの私の考えてることがイカれすぎてるみたいなあんなの5店舗しかない段階で1000店舗作る3年で作るなんて不可能じゃんっていうところを私は作るんだってやってきたので、まあ、それに対してまあ全部突っ込んでやってきてようやくそれが出来上がってきたと、ようやく次のフェーズに行けそうだなっていう段階ですね、はい。その成長を見てた時に坂本さんとしてはどうなんですか、その5店舗で1000って言っている話は、はい、まあ、と言いながら僕も、まあ、出資額はそんなに大きくないのでもうどんどん行けぐらいな感じで見てましたけど本当に行くんだって思ったのは結構あの、うん、正直な感想です。だから僕もいや行かねえだろうと思ってたんですけど行くからすごいなっていうのはあるんですよね。有言実行なわけです。そうですね、あの基本的にはできることしかあんま言いたくないので、はい、なのでできないことちょっとまだ不安だなと思うところに関してはなるべく黙ってる形ですね、はい、であとはまあ当然ながら2番目3番目っていうふうに追ってくあの来る企業さんもあるので、うんうん、まあ、そこに対して情報を公開するところ、していいところとしてはいけないところっていうのはすごいはっきりさせてます、うんうん、で今回はもうある程度来てるので今1600ぐらいあるコワーキングのうちの1000個をも取ってるっていう形になってきますと、はい、いろんなことが公開できるっていう形の中で、まあ、今これからどんどん情報発信をしていこうかなっていうふうになっていってます、はい、日本で1000ってすごいですよね、まあ、よくある外食産業でもみんな1000点目指して、はい、1000点やるともう全国であってプロトップできてるっていう形なんで、それがまあできてるっていうのは、はい、この短期間にはむちゃくちゃすごいなというところですね。はい、した、ね、そんな、なんて爆速で最速で成長しているイオビスさんなんですが、その中であのフランチャイズオーナーになられた天野さんなんですけれども、もともとは PR の担当だったんです。
ですよね。そうですね、はい、実はですね、私がそのイオシスに参画したのが去年の6月なんですけども、うん、その時点では、まあ、営業職として入って、はい、で、まあ、プラスアルファとしてその広報 PR の仕事もやらせていただいてたんですけども、はい、まあ、そこから、まあ、ご縁があって、うん、今回あのフランチャイズオーナーになったのが、まあ、お店をオープンさせていただいたのが昨年末12月の下旬といったところになってます。はい、それまでは、どんなお仕事をされてたんですか？あ、イオシスの前の前はもう完全に普通に一般企業で、サラリーマンとして働いてました。じゃあもう起業家になりたかったわけではない、はい、あ、むしろそうですね、なりたかったわけではなくて、はい、まあ、イオシスの事業はすごく惹かれていて、まあ、実はですね、これ話大丈夫ですかね、はい、以前その昨年の6月に、はい、参画する前に、はい、その前にも実は転職の面接を受けていて、うんうんうん、まず内定いただいたんですけど、はい、ちょっと自分にあまりにも自信がなくて、うん、個人事業主になるっていうことがちょっと怖かったんですね、サラリーマンから。そういったことが怖くて一旦なんか内定を辞退させていただいて、はい、まあ、なんですけど、まあ、もちろん気になる会社だったのでちょこちょこ見ていて、はい、ちょっとやっぱりこれはチャレンジしないと自分の中で後悔するなと思って、また、昨年の6月にまた面接をさせていただいて、はい、ちょっとお断りさせていただいたんですけど、すいませんでしたって言ってまた面接をしていただいて晴れてイオシスのメンバーとしてその時は参画できたって。めちゃめちゃ懐が深いな。つくんなんで終わるじゃないですか。そうですね、なんかもともと彼は PR を前職やってたんで、うん、はいはい、でそれで PR 採用だったんですよ、うんうん、でなんですけど、ちょっとなんかイオシスさんの世界観を伝えるの難しいかもしれませんって一方的に断ってきてみたいな、真面目、まあと思って、その4ヶ月ぐらいにまた違った人からですね、天野さんっていう人がはなんか一緒にやってくれるらしいよって連絡来たんですよ、うん、PR の人営業だよねみたいな話で、営業ですみたいな、はい、営業やるんだみたいな形で、それでまあ、まあいいけどっていう話で、じゃあ営業でやってもらってた時に、まあ PR もやっぱ力入れなきゃいけないよねっていう、もともと本業なので、でまあそれを手伝ってもらっていた時に、まあいろいろやってたんですね。そしたら今度そういった FC の話なりですね、やってみたらどうみたいな話の中で、やっぱ彼としても今このうちの無人化のシステムですね、もうそれはもう見せていたので、あ、これだったらいけますよねっていう自信が多分あってですね、まさか個人事業主すら怖いって言ってた人間が半年で経営者になるという自分でも予想にしなかった展開が今日は来てるなって。それはでも中で見ててこれ儲かるぞと思って、相当の確信があるから言ったんでしょう。でもあ、そうですね、そのやっぱりもちろんそういう、まあ、無人運営で、やっていて、そのまず最初に思ったこととしては、その自分が思ってた以上にその運営の、まあ、手間がかからないといったところだったんですよね。その、まあ、そのアプリの使い勝手はもちろんそうですし、あとはその監視システムもあるので、まあ、そこも安心安全な運営ができるといったところが、まあ、ありました。で、まあ、今おっしゃっていただいたように、はい、ちゃんと自分がそのお客様に対して満足度を高めていければ、まあ、ちゃんと収益は出るだろうという判断でやらせていただいた。やっぱり自分でまあ PR とか営業やっていく上で、その自分のビジネスを自分で体験していたらより説得力が増すっていったところももちろんあって、まあ、そこは何でかっていうと、やっぱりそのイオシスの理念に僕がすごく共感して、そもそもその入ってる時点で共感してるっていうのがあるので、まあ、このサービスをもっと広めていきたいっていったところでもやらせていただいているっていうところも同じぐらい大きいですね。ご自身で手を挙げたんですが、その津田沼ですよね、されているところは、ね、はいはいはい、そこやりたいですって立候補だったんですか？そうですね、ものすごく悩みましたやっぱり先ほどお話しあったように、半年前までサラリーマンで会社から給料をいただいて働いてた人間が、自分のお金を、まあ、融資を得てやってるので、まあ、ほとんどその融資っていうところを考えると自分の持ち出しっていうのは差し引きゼロに近くなるんですけど、まあ、とはいえ自分の、はい、お金を借りてやるっていうのがやっぱり怖いですよね。まあ、そこはやっぱりその怖いっていうよりかはやってみたいっていうのが最終的に勝ったっていうのは、その収益、将来的にはやっぱりちゃんとした収益が返ってくるだろうということと、この世界をやっぱり実現していきたいっていったところの2つですね。嬉しいですね、そんな話聞いて。そうですね、はい、私としてもやっぱそういうふうにみんななってほしいなと思ってるので、それでまあ、うん、今まあ
ようやく今役員が CTO が1人入って、はい、役員が2人体制の、うん、まず全員業務委託っていう形なので、はい、1000店舗でも業務委託っていう形の中で、はい、でまあ、こういったように天野さんのように、うん、まあ、自分でどんどんやっていってくれて、うん、はい、で営業の人もそうなんですけど自分でもやりたいっていうのがやっぱ一番自信じゃないですか、うん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 、やっぱあの不動産でよくあるのがあのこの物件いいですよって言って売るんですけど、うん、じゃあなんで自分で買わないのみたいな、うん、っていうようなものを自分たちのメンバーが実践してやってくれてるってすごくいいことだと思ってるので、なので私としてはもうどんどんこういうのを後押ししていきたいなっていうふうに思ってるという形です。はい、実際運営してみて思ってたのと違うと思ったところありますか？あの先ほどちらっとお伝えをさせていただいた、まあこれ別に忖度をしてるわけではなく思ってた以上にやっぱり運営の手間がいらないと思うんですね。やっぱり無人運営でやらせていただいているので、はい、あの最初は当初そのアプリの使い方がわからないとか、うんうん、入室方法がわからないっていう問い合わせが、うん、まあ、バンバン来るんだろうなというふうに思っていたんですが、うん、まあ、そういった入室方法がわからないとかのお問い合わせっていうのは大体週に1件、まあ、多くても2件っていうような、うん、頻度になっているので、もちろんあのお客様の声とか聞きたいので私も店舗によく行くようにはしてるんですけども、うんうん、まあ、いない時でもお問い合わせっていうのは非常に少ないので、うん、あの個人事業主として働きながら運営ができるっていうのは一つ大きな無人店舗のメリットかなと思ってます。本当に手がじゃあかからないっていうことですよね。そうですね。じゃあ不動産を、はい、まあ、所有しなくても、まあ、賃貸で借りて、はい、まあ、こういう形で、まあ、その住居を揃えて、そうですね、でアプリをあとその自動の鍵を設置して、はい、でハイスタートみたいな感じになるってことは、はい、ね、なんかなんだろう、普通の不動産投資って結構事業性のものが乗ってくると利回りが良くなるんですけど、はい、まあ、そこをまあ結構その手間がその分かかりますとか、はい、まあ、例えばコインランドリーとかだったらそのゴミ掃除とかしなきゃいけないし、はい、機械壊れちゃいますとかいろいろあって高かったりするし、はい、っていうのがないと結構そのなんだろう、不動産投資としてのその魅力っていうのもあるのかな、ちょっと投資家としては思いましたね。はい、そうですね、多分あの今はまだスタートしたばかりですけども、うんうん、大体あの一つの席の個室を作るにですね、うん、平均としては一つを使うんですね、うん、なので、まあ、ここの今志村坂上店もその24時間営業っていう形になっているので、まあ、例えば夜は実習室、昼間はコワーキングスペースを利用するサラリーマンの方っていう形は2回転できるっていう考え方なんですよ、うん、なるほど。それがいろんな場所にあるっていう形になった時にはやはり相当のここのドロップイン料金ですと大体1日2500円とかっていう形は2750円とか取りますので、まあ、ある意味5000円の売上が2回転してしまうと取れてしまうと、それをイメージしていただくと、あの一坪で月15万円マックス上げようと思って上がってしまう可能性があるっていうような事業なんですよね。ただやはり今までこれを作るのにどうしても鍵とかですね、そのカメラとかそういった部分人がいたので、結果的にそれが上がっても人件費で相殺されてしまうっていうような状態だったものが今全部無人化で丸々それが入ってきますよっていう状態になっているので、これらをこういった仕組みのフランチャイズを用いて今一気に2026年までに1万店舗作りましょうっていうのが、まあ、あの次のフェーズという形で、1000店舗までは今まで有人店舗という形、比較的広い店舗だったんですけど、これから10坪から20坪ぐらいの大きさの FC 店舗というのをガンガン出していくというような形になっています。なるほど。岡本さんも使いたいなっていう感じですか？はい、あ、そうですね、僕もやりたいなと思って。先ほどアプリ体験されてました。そうアプリで結構早くてちゃんと開くんで、いや面白いし、いろんな店見てみたいなと思います。はい、はい、ね、うん、ぜひいろんなところ巡ってほしいですよね。そうですね、はい、全然もう普通に今日ここ来ました的な、はい、アンバサダー的な活動を勝手にやりますね、施設の、はい、PR 活動をしてみて。結構僕ノマドでやっぱりその仕事を行くこと、はい、コロナでちょっとは打ち合わせ減ったんですけど、はい、やっぱりまあその出演どっかに出演する時の空き時間とか、はい、やっぱりその2時間とか空くと、はい、あの喫茶店だとちょっとうるさいしなとかいう時に、たまに今ドロップインで使うことも多いので、はい、いろいろ巡ってみたいなと思います。はい、天野さんにも伺いたいんですけれども、はい、この、フランチャイズの経営はどんな方にお勧めしたいですか？そうですね、先ほど申し上げたようにその運営の手間がかからないので、うん、あの例えば仮にそのサラリーマンとして働いていらっしゃる方でもできるっていうふうに思っておりますので、はい、まあ、そういった、まあ、これまでその大きな投資をしてこなかった方っていうのも、うん、あの気軽に他の投資に比べると気軽に始められるのかなって、まあ、それに加えて単なるそのなんていうシンプルな、はい、あの例えばその株の売買とかではなくて、うん、自分で事業を作っていくっていったところの着眼点もあるかなというふうに思っているので、例えば無人店舗なのでお客様の声は聞くことがあまりできないけども、うん、一つ一つのシーンでお客様の体験をまあ最高レベルに上げていくっていうような
面白さっていうのもあると思うので、そういった事業投資プラス事業の楽しさっていうのも味わいたいっていう方は特におすすめかなというふうに思ってます。はい、今時代的に空きスペースも持ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、うん、そういった方に活用してもらいやすい、はい、あのビジネスかもしれないですね。はい、分かりました。坂本さん、天野さん、ありがとうございました。はい、素敵な話ありがとうございました。そして龍崎さん、きっとご覧になっていらっしゃる方々の中にもこのスペース、コワーキングスペースにしたい、活用できないかなと思ってらっしゃる方いると思うんですが、はい、そういった方はどこにお問い合わせしたらいいでしょうか。そうですね、弊社の方にですね、EOS の方にご連絡をいただければ、まあ、本当に10坪ぐらいですと、まあ、その改装費、完全個室の改装費っていう部分でも、はい、今だいたい80万ぐらいできているという形です。で、空調も全部ついている状態です。はい、でまあ、今それをどんどんコストをカットしていこうというような形で準備してやってるんですけれども、まあ、本当に10坪ぐらいであれば600万円ぐらいの投資で、まあ、こういったコワーキングスペースができて、先ほどうまくいったらそういった収益、でも仮にうまくいかなくても1日1部屋1回だけ埋まればそれも十分な収益っていうのが、まあ、我々の FC モデルっていう形になるので、ぜひご相談していただけたらなと。まあ、実際天野さんも自分で制作広告とかで満額お金借りられてというような形で、まあ、ある意味究極の仕組みだなとは個人的には思ってます。はい、そうですね、まあ、僕も事業やってるんですけど、なんか創業した融資はなんか3桁万円だと借りやすいですね、うん、4桁以上になるとちょっと厳しかったりとかするし、うん、まあ、その辺もあってちょうど始めやすかったかもしれないですね。思ったより、うん、借りやすかったです、はい、もっと大変なのかなと。もちろん大変は大変なんですけど、はいはいはい、担当の人すごい優しいですね。あ、そうですね、親身、ね、になっていろんな相談させていただきました。はい、なんかお金を借りるってそれこそサラリーマンとか個人融資からするとドキドキなんですけど、うん、そんなことはない。そんなことはないですし、多分今までの報酬の中で、まあ、返せる額にしてるっていうのが大事ですね。そうですね、これが多分もう1個桁多かったらもう多分ダメだった場合ダメだし、そうですね、だから多分計算はできてやってると思うんだけど、はい、そこの地理が合わないと怖いなっていうのはあるから、はい、このくらいからやっぱり始められるっていうのがいいし、まあ、手間がかからないっていうのがいい。そうですね、やっぱそれよりもあれですかね、鍵のおかげですかね。そうですね、はい、もう鍵です。当時からもうやはり鍵はもう絶対だったの で、うんうん、で世界展開するにあたって、うん、その鍵の仕組みを開発しなきゃいけないと思ったんですよ。でもそのエニタイムフィットネスさんとかのように、うん、世界展開して使い放題のところもアナログの鍵だったんですね。うん、で当時それが4年前だったので、うん、これはまだ手をつけちゃいけないなと思っていたんですよ。うんうんうん、でようやくその去年ぐらいからですね、うん、これはいけるんじゃないかなっていう形の中で、うん、実は内々でずっと開発をして、うん、じゃあもうアプリを一斉にもう作ってっていうので、うん、去年は本当にもうアプリにめちゃめちゃお金をかけてですね、お金かけてやっているので、うん、まあ、正直私からするともうこれ全ツッコミ、ちょっと桁がちょっと、いやいやいや、だいたい想像できますけど、はい、まあ、相当言ってますけども、うん、まだまあそれはずっと16年ぐらい経営者をやっていく中で、うん、まあ、まあ、ある意味なんとかなるだろうっていうような中でやってるので、うん、まあ、ここの部分ですね、まあ、そこでこれからも多分ツッコミ続けると、うん、いうのが、はい、今日のお話を伺って思ったんですけど、まあこれ、まあ、1000点まで行って、はい、ここから1万点増やしますよっていう、はい、まあ、皆さんの認識では多分イオフィスってそのコワーキングの会社ですよっていうふうなイメージにいらっしゃると思うんですけど、でもアプリができたことによって、はい、これテックの会社なんじゃないって僕は思ってて、ね、いや僕も自分でちょっとだけ持ってるんで、はい、リーダーさんの年でこれオフィスイオフィスのようなコワーキングのような形 ですと、はい、PR ついてこんぐらいかなとか思ったんだけど、はい、これ上場するときにテックですよって言ったら0が1個か2個ひょっとしたら増えちゃうかもしれないなと思って、ね、ちょっと今ドキドキしちゃう今気づくなよっていう話なんだけど仕事しながら気づいちゃったっていう話ですかね。はい、まあ、本当にそうだと思います。エリこのテックでこのアプリで決済から、うん、いろんなことができるようになるので、うんうんうん、まあ、あくまでもこの EOS っていうのはそのコワーキングスペースの場所というのは人が働く、うん、人が1日の中で3分の1を過ごすオフィスのとこを取りってるんですよね。うんうん、であとは睡眠の3分の1っていう形なので、うんうん、ここの2つがやっぱ強いんですよ。うん、ここのオフィスっていうのは今まで大手さんしか取ってなかったのでこれを取りに行ってるっていう形なので、うんうん、まあ、そこを取ってしまうと今度鍵を開けるのにアプリを絶対開くんですよね。うんうん、1日何回もアプリを使うと、うん、でそうするとそのアプリからいろんな商売が生まれてくるやっぱテックだはい、まあ、そこの部分ですね、まあ、そこをどんどん追求していくといろんな商売、この鍵と決済と予約システム監視カメラとかですね、全てあるといろんなことができるので、うんうん、
まあ、本当にこれから、今年から来年かけていろんな多分提携が、まあ、実際も言えるとしたらもうホテル関係から相当来てます。はい、ああ、まあそうでしょうね。はい、そうですよね。無人の各ホテルの部屋を全部それにしてくれっていう形とかですね。行政さんからもこういうの作ってくれないかっていう話あるんですけど、今はもう我々はこっちに全部力を入れてやってるという形ですね。さっき僕もアプリ使ったんですけど、はい、めちゃめちゃ早いんですよ、反応が。あそこまで早い QR コードってあんまりないです。そうですね、うん。それはちょっと面白いなと、はい、今後使われやすそうだなと思います。もうあれが全国のスピードなんですよ。なので通常一箇所一箇所登録しなきゃいけないものが、うん、うちはもうランケーブル全部つなげて早く開けてるので、うん、あ、なるほど。それで早いんですね。タクシーとかゆらゆらするとやるじゃないですか。タクシーみたいな。そしたらこれはすごい資産だなと思います。はい、そうなんですよ。皆さんもこれだけで価値あるんじゃないのっていうふうに投資家の方も言っていただいて、やっぱスイカとかもうたくさんその改札通るからそっちに全振りしてあるじゃないですか、はい、それでもバランス取れてていいなと思うんですけどね、はい、早いし、いろんな先もだし、はい、うん、ありがとうございました。プロ目線からの気になる部分と、はい、そして本音のお話をたくさん伺わせていただきありがとうございました。坂本さん、真野さん、素敵なお話ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。ファンディのショーケースお楽しみいただけたでしょうか。龍崎さんには事業説明や座談会などお付き合いいただきましたが、いかがでしたか。思い伝えられました。はい、大丈夫だと思います。大丈夫ちょっと疲れましたね、もう、はい、出し切ってなかなか、はい、一日なかなかやるってなかなか大変だなという、ね、お付き合いいただきありがとうございました、はい、そしてもう一つしていただいたことがあるんですが、はい、投資家の皆さんと描きたい未来について龍崎さんに一言フリップにしたためていただきました、はい、こちらご紹介ください。はい、はい、こちらご覧ください、はい、狂気が未来を作る。狂気が未来を作る、はい、その心は、その心は、はい、この昔ですね、例えば月に行こうと思った人がいたからこそ今月に行けてるっていうようなところがあると思うので、まあ、我々のどこでもいい世界とか、まあ、世界同一職種同一賃金、うん、まあ、そういったような、まあ、のことを直したいと思う気持ちも、うんうん、まあ客観的に考えたらなかなか難しいよねっていう判断になると思うんですけども、やっぱそれをやろうというふうに思わない限りはその狂った気がなければですね、未来は作れないのかなと思っているので、まあ、こちらの方をですね、私の言葉にしているというのがあります。はい、その狂気を自ら、そうですね、はい、なので狂気は褒め言葉なんですけど、私にとってはですね、はい、ではその狂気、はい、投資家の皆さんはどんなふうに応援していけばいいですか。はい、狂気ですので、まあ、本当にですね、応援していただけるとですね、こういうふうにあくまでも普通の人間なのでこういうふうに狂気を持ってるんですけれども、やっぱなかなか傷つくことも相当ありますと。やっぱ SNS とかもそうなんですけども、 EOS とかですね、そこの部分を、まあ、応援をしていただけるとですね、私としても本当にもっともっと頑張ろうというふうになっていきますので、まあ、ぜひ投資を今までいただいている方々を踏まえてですね、 EOS の理念とか応援してくださると、はい、私としてはもっと頑張れるというふうに思っておりますので、そういった部分でぜひご協力をしていただければと思っております、はい、SNS のコメントとか、ね、そうですね、はい、まあ、これはもう本当にもう私だけではなくてですね、多分 ECF に、まあ、ファンディーノさんで投資を、まあ、募ってる企業さんですね、社長さんたちみんな言えると思うんですけれども、やはり株主様の応援っていうのはかなり元気が出ます。皆さんが多分思ってる以上に多分一つ一つ実は見てるんですよね、うん、やっぱそういうところでは本当にファンディーノ その投資家の方が温かい方、温かい方が多いので、結構応援メッセージをいただけて、私としてもかなり、まあ、こんなところでまだ1000店舗で止まってらんないなというような形で毎回自分を奮い立たせるいい機会になっているので、まあ、やはり皆さんにも私たちだけではなくて、いろんな方々応援をしていただけたら助かるかなというふうに思っております。はい、分かりました。その思い届いていると思います。龍崎さん、本日は長いお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧になってくださった皆様、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今後もファンディのショーケース、積極的に現場に出向いてリポートしていきたいと思っております。また新型コロナウイルス感染拡大の状況が落ち着きました際には、ぜひ現場に投資家の皆様とともに足を運びたいと思っております。本日の機会が皆様にとって実りあるものでしたら嬉しいです。また次回お会いしましょう。